やったな、落とすなっていう感覚、うん、あの場でどう提案したら刺さったんだろうっていうのビビってる方が、まあ、前やって見限られる。ちょっと待って刺したところ一回もなかったで、もっと良くする提案で自分が知らない気づきをどんだけくれるかやね。次は何するんですか？次は純平さんにロープレーをお願いします。大丈夫？NG で使いますね。あの純平さんにロープレーお願いしてしまってるんでロープレーをしてきます。なるほど、はい、ロープレーは何でするんですか？今営業を一人で行かさせてもらってるんですけど、うん、ほんまにそれでいいのっていう、自分だけでやってるとどうしても現状維持じゃないですか。その都度もっともっとやっていかないといけないなっていうのでさせてもらってます。頑張ります。いや、もうビト。すみません。ちょっとロープレの形を変えたいものがあって、うん、理由としては、はい、2年前に営業させてもらったお客さんで、もう一度切ったんですけど、うん、なんか差し切れてないんですよ。うん、で、次プレは行くんですけど、うん、このままやってなんか落とすなっていう感覚、うん、で、あの場でどう提案したら刺さったんだろうっていうのをやってみたい。はい、いいよ。最近ターゲット層を決められたって話だったじゃないですか、採用基準。はい、それは何で決められたんですか？どうですか？うん、なんで迷った？いい流れだったよ。どこでも最後わかんないんですよ。なんでやねん。相談の時もそうやった。そうですよねってなって、うん、えってなって、うん、なんでこれ課題なの？ターゲットが集まってない。そう、ターゲットを集めていくシステム作りたいんやろ。はい、何提案するんだよ。結論、採用コンサルを提案したって言います。なんで採用コンサルやねん。採用コンサルダメなんじゃないよ。なんで採用コンサルだけやねん。採用コンサルとツイッター。ツイッターでもいいけど。ツイッターとか手段やんか。何が改善すればいい？コンバージョンを高めたい。入り口とは？知ってもらう数を増やすのと、そこから選考を受けたいと思ってもらう。そうやんけ。ターゲットに特化して母数を増やしたい。うんうん、だったら何を提案する？採用サイト。そう、全然いいやん。他は？動画。動画、いいやん。他は YouTube。 うん、いいや。あとコンサルやな、うん、入り口に関わることすべて提案できるよ。なんでそこにもピンとこない？自分で答え見つけてたり。なんでなんでしょう。どう考えてもそうですもんね。これで解決策になるか分からんけど、今の話聞いてて提案があそこで止まるっていうのは本当にこの人のコンバージョンこれ上げないかなんか聞こえてるのに見えてないって感じ、うん、聞こえてんだよ、うん、話は全部聞いて、でも見えてないね、自分、うん、どれやろうって、うん、だから見えてたらさ、簡単やんか、うん、入り口増やせんだらこれとこれとこれですね、うん、あの先行中のエンゲージメント増やせんだらこれとこれとこれです、うん、決まってくれやから、はい、全部決まってんの、はい、ソリューションで、うん、でも今それが出てくるってことは単純に見えてないだけやね、うん、だったらヒアリング内容を整理してどこの数字が上がれば最も効果が出そうかに優先順位をつけて、その優先順位順が提案の優先順位や、うん、いろんなことできるよ。優先順位低いものも提案しようと思えばできるよ。だって数字は上げられるやから、うん、けど一番効果が出そうなものが優先順位高い、うん、しこの人も刺さりそう、うん、なんで刺さってないんやろが分かんなかったですよね。ちょっと待って今の会話のくだりで刺したところ一回もなかったで。私がですか？うん、刺しに来たと。確かに。だって俺のニーズについて話してないの、課題について全部、ああじゃあこういうこともあるかもしれないですね、うーんなるほどって言ってただけ。刺しに行ってたのにこれ刺さない。刺し方が分かんないかもしれない。じゃあいつものやつやりますか。はい、はい、3つ。相手が興味のある分でうちのソリューションであり、相手が課題と感じてること。そう、最後はもっとシンプルやね。うまくいってないこと、じゃあ今は先行フローを変えて、うん、ターゲットも決めたから上がってくることは良くなった、うん、うまくいってる、うん、じゃあうまくいってないことはこの方程式に当てはめて一旦考える、うん、そこに対してアプローチ。さっきの流れの中でもあれなんで刺さらへんのやろって思ったシーンがあったんだとしたら、まだ刺さるほど振ってないよっていう、うんうん、こっちの言ってることをちゃんと汲み取ってちゃんと共感して、確かにそれやなって言わせることが刺しに行くって、うん、気づきを与えない。なんかめっちゃ迷子になってます。どこが迷子になってる？なんか刺しに行けるイメージが湧いてないです。分かりやすいので話していくと、ビジョンマップが最終的な内容になって
る話でよくあるのが、こだわってるんですけど全然伝わってないですよね、どこにこだわってるんですか、こうこうこうで、そこを打ち出しましょうよっていうのとかってめちゃくちゃ自分の中で冷静ですよ。ただ今の話の時にこれじゃないですかってガッて言えるポイントが分かんなかったです。ああ、なるほど、分かった。見えてはいたいんだな。そうです、募集団が足りてへんから募集団を増やさないかんってことは見えてたってことか。見えてはいました。見えてたんだったら、はい、単純な話引き出しが少ない。確かに正面は見えてないですね。これは見えてたらいけるんちゃうと思うけどね。だったら今どう打ち出しますかって聞きました。いる、これがみんながよく聞くことやね。どんなお取り組みしてるんですか。いる、だって事実としてうまくいってないね、うん、どうか関係ないや、うん、これから作るものの方が大事やろ、うん、もちろんそこの参考にどんな手をやってうまくいかなかったのかって聞く意図があるんだよな、聞いていい、うん、けど解決策提案するときのあんまり優先順位そこ俺の中で高くないねんな、うん、確かに今日なんかうちデザイナーいないんでね、できないんですよって話出てました。なんでそこで嫌いねんもっとシンプルに考える。レンズビビりすぎやね。向こうが今の話聞いたら、そこで作ってるから、そっち系はダメなんちゃうんか。どっか頭の中にあったんちゃう、はい、もっと良くする提案やね。別に相手がやってること否定せんでいいやんけ。うちの話をした時に、うわ、トモロゲスさんも面白そうですねって思ってもらえたら、受注になるし、うん。ようやく晴れてきた気がする。はい、だいぶ晴れました。曇り長かったな。レミはどうしてもね、リテラシーが高そうに見える人にビビる傾向があるから、もうそのレベルにおらんで。普通にある程度いろんなことやってる経営者さんとかでも、レミの経験値はそこでビビるようなものじゃないし、うん、そんな経験値積ませてないし、うん、もっと上行ってる、はい、いやその人よりすごいとかっていう話じゃなくて、うん、その特定の分野に関して別に堂々と対等に話しても恥ずかしくないぐらいのレベルって言ってないからビビんな、はい、普通に話、お客さんもそれを求めてるから、わあすごいですね、すごいですね、わあなるほど、って言ってくれる人よりも結局、ああなるほどそんなんすね、あでもこんなのいいかもしれないですね、うん、っていうのを自分が知らない気づきをどんだけくれるかやね、うん、求めてるのは、はい、うん、ビビってる方が怒られるでだから攻めて、大丈夫、攻めたところで間違うような子に育つてないって偉そうに言う、いけそうです、見えました、オッケー、早々に行ってきます。うん、じゃあそれで行こう。はい、ありがとうございます。お疲れさん。そうです。ありがとうございます。これ、この続きをつけてくれよ。